ははい、こんばんばえー、とですね、今日はちょっとこれここがねちょっと気になってたんですよでまあいろいろ調べてたんですけどまあ、YouTube にもちょっと見当たらないし、えー、ネットもなんか説明書説明書時代にねここ詳しく書いてないんで、えー、よく分からなかったんでちょっといろいろと調べてましたでね まあこの調べてたついでっていうか、まあそのえー、と見てた方ですね、えーと、室内でちょっとホバリングっていうか、モーターが回らないですかね、えー、それでちょっと今、いじってたらね、これ、えー、とちょっとこれ出すかな。今これ、この状態ならね、一応モーターは回るんですよ。 えー、はいでねその代わりあのー、暗い、えー、ちょっと待ってねちょっとこう柔らかいからよいしょあうんとどうしようかな難しいなこれを全部するとこれで えーと何か板のようなもんえっ、ー、と暗くするんですよ暗くするとねここにねあのーまあ、離陸制限あ明るいうやく明るくしろと部屋が暗いとねモーターがね今回しますよ回りませんハの字を切っても回りませんので、えー ここういいったあの暗いとこではあのモータータが回らなないようになってますで今明るくなったんでまあ消えましたけどでね一番今ちょっとまあ気になっているのがこれなんですよそれとあと,、えー、と電波ですねはい今ちょっとえっ、ー、ともう一個のマビックプロですねあちらの電源をあの入れてたんでちょっと今真っ赤っかなんですけど 今今度はあれかなプロポ近いかな,かなえー、っとでそのブラックアウトっていうのもあるんですけどえー、っとブラックアウトになるのは大抵あのおそらくねこれがね切り替わってる時あの、まあ、今ちょっと手動にしますけどこうやってあの切り替える時ここにあの一瞬暗くなります一瞬ね これがあとちょっとマビックプロの方を電源入れますねこれはね、要はあの電波の悪いところで飛ばした場合これがね今選んでるとこですよね現在のチャンネルでこれが移動した時にまた悪いとこだとするとまたそこから移動この自動にするとね 移動しまくんですよいいとこ探そうとそうするとあのー、行った先に、えー、悪かった悪かったでその間が多分ブラックアウトを引き起こすことになると思いますと自分はそう思ってますこんな感じでねちょっとブラックアウトの時間がちょっと長くなるんですけどね今。 感じにあもう今ちょっとまあ完全にかぶったんで今濃紺状態になってます。こういう絵が出ますね。これがねあのタブレットだけの絵も出るんですよ斜め線の。そういう時はね今ちょっとこれ再現がね今衛星6個しか拾ってないんで室内なんでねこう。 要はあの機体の自分の位置がわかんないんでここ出ないんですよ。ですね、今これ何回もブラックアウトになってますね。これは今あの、この電波が被ってる状態なんでなってます。もしね、そういったとこで飛ばす場合は、あのんちょっとこれいろいろなんか被ってんな。 今、純正のバッテリーなんですけど、なんか、なんだ勝手になんか、パニクってますね。で、あの、ブラックアウトになるのはこれ、これが原因だと、まあ、大体分かったんですけど、えっ、ー、と、もしね、このタブレットがね、悪い、あの、処理能力が間に合ってなかったらね、 ブラックアウトじゃなくてあのブロ,ブロックノイズになります。要するにね、今ね、これで今動かします。こんな感じで今、速いですね,ね。これがまた、あのえー、とね、この電波の影響もあるんですけど、電波がね、これもね、えっ、ー、と、 今つけましたこれもね電波が被るとほんとあのー、処理がねうまくい,いかないみたいで出るかなこのタイムラグがねどんどんねひどくなってきます。 今さっきちょっと実験したんですけど、あの悪い、えー、電波状況のところで飛ばすと、あのタイムラグもひどくあの遅れたりします。まあ、もちろんね、あの,のタブレットのバッテリーが少なかったりすると、あの処理能力が落ちるんで、その夏場はね、あのタブレットが熱くなって処理能力が落ちてしまいますので、その時も同じように。 あのブロックノイズやらのこうスピード処理が間に合わないでタイムラグみたいな感じですねそういうこともなります、まあ、今は寒いんで、まあ、バッテリーの減りが早いだけなんですけど、まあ、その時もねあのバッテリーがなくなると本当処理が、まあ、タブレットの処理が間に合わなくなりますんで、まあ、そういったことにもなりますですんでそのさっき、えー、と続きなんですけど もしこういった、えー、ブラックアウトするような場所であればあの手動に切り替えていいところまあ今これ全部悪いんですけどちょっと消してでえっ、ー、といいところを選んででまあ一瞬ちょっと、まえー、切れるかなあ今変わりましたね一瞬でまあこんな感じまあ まあちょこちょこ変わるんですけどね。で、えー、こうするとあのブロックアウトににななりりくくなりま,すまあ場所にもよるんですけどねその、えー、とこのチャンネルどこ使ってるかがあのその場所場所で違うんで、まあ、できればそのいいところを選んで飛ばす時に確認して選んであげるといいです。 で、あとね、これ今、うん、その四角、タブレットの形したやつで斜め線は、あの、どうやらこのタブレットの、えー、GPS が使えない状態。えー、つまりあのー、えー、とちょっとあれ、隠すく、えー、とね、ちょっと待ってね。えー、とね、これの、えー、と、プライバシーの、 位置情報サービスで,、えーとこ,の Fly ですね、ここであの使用中にチェックが入ってるかもしこれがあのなしとかこの次回確認とかになってるとあの自分の位置があの出ませんのでそうなるとあのこちらにあの四角のタブレットの絵で斜め線が出ます。 でですんであの自分の位置がわからないんでそうなると機体がどの位置にいるか自分の位置からどの位置にいるかもわからないんでこういう感じになりますけどね、まあ、この点になってますけどこれがあのタブレットの形になって、えー、とこんな感じであの機体の位置がわからないと、まあ。もちろん地図出せばねあの GPS であのきあの機体の位置はわかるんですけど。 もしあのこのタブレットが w i f i モデルになるとこれさっき言ったかな、えー、w i f i モデルになると GPS が内蔵されてないんでその場合は多分こ,んあのここが使えないような感じになると思います、まあ、今ちょっとその w i f i モデル持ってないんで実験はできないんですけどであとちょっとあれかなもう一個ねもう一個いろいろ実験してたんですけどねどこ行ったっけ あ間違った今ちょっとあのスクリーンキャプチャーをしたんですけどとりあえずあのこれ今これ写真撮ったはつなんですけどねこれ GPS0 でも一応あのモーターは回って浮きますんで、まあ、その時はねあの,あのポジショニングセンサーであのあの止まりますけどとにかく暗いと家の中じゃちょっと。 えー、もうたままらないいと思います。で、これはまあ濃厚の時ですねタブレットと機体が全くつながってない状態ですね、まあ、この時は本当、えー、リモコンですねもうコントローラーもつながってない時ですねこんな感じになりますそうするともうこの辺のデータが全部、えー、使い物にならなくなって、えー、もうわけわからない状態でまあ この時はもう、ね、あのリターントゥーフォームが自動に乾わかるんで、まあ、安全なんですけど、まあ、その飛ばす時に、ね、あの機体の上に何もないっていう場所を,を飛ばさないといけないですしその直進コースで、まあ、建物とかないような場所を考えながら飛ばさないと建物にぶつかったり、えー、立ち木にぶつかったり、えー、します。はい、であと,はあとは何かな うん。ですね。はいえー、今これ、えー、一回切り替えると、一回切れてますんで、まあ、こんな感じで今、ちょっと衛星ごっこなんで、ちょっとこの辺のテストができません。まあ、ちょっとね、家の外に機体出すわけにもちょっといかないんで、まあ、そういうことです、えー。ブラックアウトの理由ですね。それとあと、まあ、その、えっ、ー、と、タイムラグ。 が起きるとその辺がちょっとやばい電波が出てる恐れがあるしタブレットの電池があの切れかかってることもありますですねはいそういうことになりますんで、えー、もし何か異常があればまあすぐ機体を戻すかした方が、えー、いいと思いますはい以上です